4月13日のケリヒメスイーツで、この前やってた王家のなんちゃらっていう覚醒のこの武器の当たるスロットは20回回すとゴルチケが1枚もらえると、そこまで躍起になって回さなくてもいいかなって感じで、で今日はステージはだいたい一緒ですね。ただちょっとやったけども、まだ新しい撃墜武器手に入ってないんで、そちらを手に入れようかなと。おっと、覚醒色はいつも通り使えないと。じゃあこちらの飛行士を使って、こっちメンバーでもいいけども、うん、こっちを使いましょう。あ、ドレス変えるの忘れてた。こういうところをね、爪が甘くなってると。多分あれだね、プラチナドロップが本だから、プラチナの上がるやつをつけておいた方がいいですね。よいしょ、せっかくなんでフレンドの助っ人を使いつつ、おっと当たらなかった誤射です。ミサイルの誤射がありました。あんこだとどうだろう。編み込み結界で意外とみんなやっつけられるか。なんだかんだ言って敵のレベルが高かった。そして当たらない。この飛行士の覚醒色とかさ、出たら面白そうだな。こういうミサイル系ので、なんかさらにバージョンが上がるとか、全弾命中するかつプラス何かありそうだよな。え、なんだっけ、飛行士だっけ名前忘れちゃった、この職業の名前。それがバージョンアップするとしたら、名前はね、なんだろう、宇宙飛行士とかそっちになるかな。それかこの、なんだろう、プロペラ機に乗ってるから、それがステルス機とか、そういう近代の戦闘機、そういう系になるとか、爆撃系になるかな。そういうの面白そうだな。こういう、なんだろう、覚醒色のやつを考えるのちょっと楽しいな。例えばあの、なんだっけ、海賊みたいなキャプテン、あれもなんだろう、攻撃じゃん、船の。あれもなんだろうなんて言うんだろう、お船の、なんだろう、戦艦のそういう射撃系。まあそれはだと一緒か、なんて言えばいいかな。もっと射撃うまく伝わらない。あの、すごくイメージ的には、なんだろうダメだ、伝えるスペがない。あの、ちょっと考えがまとまったら言います。あとか、あ、ちょっとなんかお供の子がすげえプルプルしてる、仕様に。あとはメカニックとかは、メカニックさらに何なんだろう、サイボーグとか、いや、サイボーグあるかサイボーグがより進化したら、なんかもっとロボっぽいのになるかな。あとは何だろう、あ、意外とパフォーマーだっけ、どうなるか調べてみたら落ちていくんだ。さあ、走行してるうちにボスが現れましたんで、サクッとやっつけておきましょう。さあ、今度こそ、お、やった、敵がでかいだけあって全弾命中。あの、マクロスのホーミングミサイルに撃ってみてほしいな、ああいう感じででもって、ホムホムでサクッと。プラチナドロップがなさそうだなこれ。あ、よかった、ありそうだ、ありそうだじゃなくてあった。仲間キャラがね、助っ人がちゃんとプラチナドロップをつけているはずなんで、上の方にいたし。お、そうこうしていたらちょうど欲しかったやつが手に入ったと。でこれで、制作で、またここで手に入る素材のたまたまあれを使って作りますと。多分もう素材は足りてると思うんで、すいすい飛行士で、これは大成功のなんちゃらとかないんで作りますと。でこれは空を飛んでる敵に与えるダメージが増えると、シャキン、はい完成。
クライメト、クラスメイトみたいだね。てな感じでノルマ達成これが欲しかっただけなんで。さてあとは、まあ、ここあれですね、おかしなおかしな町、今達成いくつぐらいいってるかな。ステージ上の方じゃなくて下の方をざっと見て22か。おお、まあ半分は超えたと。なるほど。というか残りのがね、対してまあワッフルはちょっと欲しいかな。あんまりそそられない達成報酬だな。ってな感じですね。多分次メンテがあるって言ってたから、何日だっけかな、そのあたりでまた新しいのがありそうだけども、どこを見れば書いてあるかな。最新情報うんぬんとか、あそこを見ると分かりやすいんだよね。メニュー開いてその他にして、タイトルに戻る、タイトル画面で持ってタッチトゥースタートして、ここですね、メンテナンス。金曜日の10時から11時、イベント準備のため。あ、やっぱりイベントあるね。ということで、あさってまた新しいイベントが始まると。まあもうほとんどね、おかしな街とかも終わりな頃だし、ちょうどいいんじゃないかな、行こうとしては。ってな感じで、今日のケリ姫はここら辺まで。また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。